2013年3月29日。皆さんはこの日を覚えていますでしょうか？思えばここから、ある一人の男の伝説が幕を開けました。その男とは、花巻東高校出身、大谷翔平選手。高卒ルーキーながら、日本ハムファイターズの開幕スタメンに、8番ライトとして名を連ねました。彼は今や日本だけでなく、アメリカ中でも大注目を集めています。2013年3月29日、開幕戦となったこの日の試合が、大谷選手にとっての公式戦デビューとなりました。その試合、第1打席は西武のエースである岸投手を相手に見逃しの三振。続く第2打席は、第1打席の反省を生かして初球から狙いに行ったという大谷選手。初球はインコースに厳しいストレートでしたが、うまくさばいて一塁線を抜けるツーベースヒットを放ちました。第3打席はランナー二塁の場面で回ってきました。変化球にうまく対応し、プロ初打点を記録するタイムリーヒット。プロ野球のデビュー戦となった試合で、大谷選手は3打数2安打1打点と鮮烈なデビューを果たし、開幕戦でスタメン出場した後、ヒーローインタビューにも登場するといういかにも漫画の主人公のような、その後の活躍を予想させる活躍を見せました。2012年のドラフト会議を前にして、当時大谷選手は高校卒業後は夢だったメジャーリーグに挑戦したいと、日本のプロ野球には入団せずにすぐにメジャーへ挑戦することを表明し、数多くの議論が巻き起こりました。もちろんこの議論が巻き起こっている最中、栗山監督率いる日本ハムが大谷選手を強行指名し、二刀流への挑戦という最高にワクワクするビジョンと情熱で、見事大谷選手を日本ハムへと入団させることに成功します。前代未聞の二刀流挑戦ということもあって、日本ハムにとっても初めての挑戦で、二刀流？投手と打者どちらか一つでも成功するのが難しい世界なのに、二刀流なんてやめた方がいい、そうした否定的な声が多くありました。しかし大谷選手はそのような否定的な声を吹き飛ばし、日本でも投打にわたって伝説級の活躍を見せ、メジャーへと渡り、今ではアメリカンリーグの MVP に輝くなど、野球界のトップに君臨しています。プロ入りから9年後の2021年、こんなビッグスターになっていることを誰が想像したでしょうか？私は全く予想できませんでした。今回は改めて批判を浴びながら、プロ入りした直後、1年目の大谷選手はどのような生活を送り、どれほどの活躍を収めたのか振り返っていきたいと思います。伝説のドラフト。2012年のあのドラフトは今も伝説のドラフトと呼ばれていますが、大谷選手が日本ハムでプレーをするまでには伝説と呼ぶにふさわしいドラマがありました。2012年のドラフトを前に、大谷選手の心はメジャーリーグに向いていました。日本のプロ野球に入団する可能性はゼロですと言い切っており、もともと大谷選手は日本のプロ野球界は経由せず、メジャーに挑戦することを明らかにしていました。その発表を受けて、各チームの首脳陣は大事な一巡目指名の枠を入団してくれる見込みのない大谷選手には当てず、他の選手の獲得を目指しました。当時日本ハムファイターズを率いた栗山英樹監督は、大谷君には申し訳ないが指名させていただく、ただ大谷君にとってもプラスになると指名を明言します。そしてこの言葉通り、日本ハムは大谷選手を単独指名しました。指名を受けて大谷選手はメジャー挑戦への思いを強く持っていたため、次のように語っています。評価をしていただいたことはすごく嬉しいし、ありがたい。正直びっくりしたというか、動揺した部分はあったけど、自分の気持ちは変わらない。入団の可能性はゼロです。もちろん球団と大谷選手の交渉は難航し、当時の GM らは大谷選手に会うことすら苦労しました。そこで球団が交渉のためのプレゼン資料として用意したものが、大谷翔平君夢への道しるべ、日本スポーツにおける若年期海外進出の考察という資料です。その資料はインターネット上に一部公開されていますが、細かく分析の行き届いた熱意に満ちた資料であることがわかります。この資料では、大谷選手に日本ハムに入団してほしいという一方的な思いではなく、大谷選手自身が学生時代から掲げてきた世界一の選手になるという大きな大きな目標のために、メジャーリーグで世界最高の選手になるためにはどうするべきかということについて、約30ページにもわたって書かれていました。日本ハム側から非常に熱のこもったプレゼンを受けて、大谷選手の心は揺れ動いていきました。その決め手となったのは、
他でもない栗山監督の一言だったといいます。一緒に二刀流の歴史を作ろう、誰も歩いたことのない道を歩いてほしい、大きな夢を描くロマンチストな栗山監督らしい言葉ですね。大谷選手を指名し獲得するための切り札として、指名前の段階ではっきりと二刀流のビジョンを持って指名に臨んでいました。交渉を終えた栗山監督は報道陣の前で次のように語っています。大谷翔平という選手の家族だったとした時に、メジャーで活躍するために一番いい選択は何なのかという話をさせてくれ、聞いてくれと言いました。大谷翔平がメジャーに行くためになぜ先に日本でやらなければいけないのか、日本のプロ野球で何を覚えなきゃいけないのか、マイナーリーグをたくさん取材させてもらったけど、こういう状況だから先に日本でやるんだということをしっかり伝えました。栗山監督が就任以前、スポーツキャスターとしてメジャーリーグの野球環境を取材した経験があり、マイナーリーグの過酷な環境やそこから這い上がっていくことの難しさを踏まえて、日本のプロ野球界で地位を確立してから行くべきだと伝えたのでしょう。もちろんそれだけでは大谷選手の心を動かすことができないと考えた栗山監督は、大谷選手の世界一の選手になる、誰もやったことがないことに挑戦したいという思いに目をつけ、二刀流プランなどの話をこの時すでにしています。誰も成し遂げたことがない二刀流というビジョンに衝撃を受けて、大谷選手の心はファイターズに揺らぎ入団することになります。入団後の伝説もさることながら、大谷選手が日本ハムに入団した経緯もドラマチックで素敵なエピソードとなっています。高校3年生に対してそこまでするぐらいの可能性を感じメジャーへ行くと言っている選手を、サプライズと情熱、論理の全てで大谷選手を振り向かせた日本ハムにはあっぱれとしか言いようがありませんね。さてここからは入団後の大谷選手の活躍、1年目から見せていた大気の片鱗について語っていきたいと思います。初めてのキャンプから感じたただならぬ可能性。2013年、大谷選手が入団したての頃、キャンプで練習をする大谷選手の姿にプロ野球選手の多くがただならぬ可能性を感じたと語っています。元日本ハムのマイカ・ホフパワー選手は大谷選手が初参加したキャンプでの衝撃を次のように語っています。私は稲葉さんらベテランと同じ組で打撃練習をしていたんですが、ある日遠くからすごい音が聞こえてきたんです。なんだと思ってみんなで見に行ったら、翔平の打球音でした。当時193センチ、86キロぐらいの細長い体でこんな音を出していたのかとみんな感動しました。その数日後に初めて打者に投げる姿も見たんですが、呆れて物が言えなかったですね。だって数日前にガンガン400フィートを飛ばしたやつが綺麗なプロ仕様の150キロ近い球をボンボン投げるんですから。18歳どころか大ベテランの雰囲気でした。グランド外では愛嬌のある青年でしたけどね。また投手として投げるボールにもルーキーらしからぬ威力があり、チームメイトは大谷選手をダルビッシュ選手と比較していました。キャンプの中ではチームメイト相手に打撃投手を務め、打者を相手に41球投げています。当時打者に立った鵜久森選手は大谷選手の投球を直に見て次のように語っています。打撃練習で150キロを投げるピッチャーなんて見たことがないですし、とにかく速いし手元で伸びてくるし、全てにおいてすごい、フォームがゆったりとしている感じがダルに似ている。ホフパワー選手や鵜久森選手が語るように、入団した当初から他の選手たちとは一味違った技術やパワーを持っていました。キャンプでは野手組と投手組で練習内容が違うため、両方のメニューを同時並行で行っていくことに戸惑っていたみたいですが、投打どちらにおいても並外れた可能性を感じさせていたようです。さてキャンプの時から大気の片鱗を見せていた大谷選手ですが、超高校級と言われた投打の技術を武器にデビュー当初から伝説を作っていきました。二刀流挑戦の1年目、鳴り物入りで入団した大谷選手は高卒1年目ながら開幕戦から8番ライトで先発出場し、2安打1打点と怪物ぶりを発揮しました。相手は当時埼玉西武ライオンズのエース岸投手でした。初打席は厳しいインコースで三振に取られたものの、第2打席は1打席目以上に厳しいインコース高めのストレートをうまくさばき二塁打を放つなど、いきなり対応力の高さを見せつけました。第3打席は変化球にうまく対応し、プロ初打点を挙げるなど勝利に貢献しました。またプロ1年目から投手としても安定したピッチングを見せていきます。投手としてのデビュー戦となったのは5月23日の対ヤクルト戦でした。この日は初先発ということで緊張もあったそうですが、150キロを超えるストレートをバンバン投げ込み、
当時ヤクルトの4番だったバレンティン選手を2打席連続で空振り三振に仕留めるなど、ルーキーらしからぬパワーあふれる投球を見せてくれました。結局この日は5回86球を投げ2失点で降板。1点リードされている状態でマウンドを降りたので勝敗はつきませんでしたが、次の試合につながる堂々としたデビュー戦となりました。投手として初勝利を挙げたのは6月1日中日ドラゴンズとの試合でした。この日もまだ制球がまとまらず、三四四球と荒れた部分はあったものの、大量失点のピンチを招きながら粘り強い投球で最少失点でしのぎ切りました。栗山英樹監督が5回を前に降板させようという考えが頭をよぎるほどでしたが、ピンチのたびにギアを上げ、なんとか5回を3失点に抑えて見事勝利投手に輝きました。5回87球を投げ4安打3失点、三振は4つを奪い、与えた四球は3つ、プロ2試合目にしては上出来の投球でした。今改めて映像を見ても150キロを超えるストレートに切れ味鋭いスライダーを駆使して打者を手玉に取る姿は高卒ルーキーには全く見えません。ヒットとフォアボールが重なりピンチを何度も招いてしまったこともあり、試合後のヒーローインタビューで大谷選手は次のように語っています。打線に援護をもらって何とか勝たせてもらった。本当に先輩に助けられました。6月18日には対広島戦で5番ピッチャーで試合に出場し、1年目から見事にリアル二刀流を成し遂げます。その日大谷選手は第1打席で一塁線を破るツーベースヒットを放ちます。結果的には3打数1安打1打点という成績でしたが、5番打者として打席に入る姿はすでに大物の風格が漂っていました。投手としては1回のマウンドでいきなり157キロをマークし球場を沸かせましたが、2回に崩れてしまい、2回3回と失点を許してしまいました。投球内容としては4回を投げ打者20人に対し被安打4、四死球4、自責点3という結果で、ほろ苦いリアル二刀流デビューとなりました。試合後のインタビューで大谷選手は次のように語っています。もっとストライク先行でいかなければいけなかったですし、打者を出してからもう少しゆっくり間を取って投げるべきでした。ランナーに出た後にマウンドに上がるのはプロ入り後初めてだったので、そこで調子を崩してしまったので、そのあたりはこれからやっていかなければいけない課題ですね。2021年、今や大谷選手の代名詞ともなったホームランですが、プロ入り1年目に放ったホームランの数は3本でした。この頃はまだ体ができておらず、パワーよりも天性のしなやかな打撃技術でホームランを放っていました。その3本をご紹介したいと思います。プロ入り後初ホームランを放ったのは7月10日の対楽天戦でした。インコースのストレートに対してうまく肘を畳み、体をスパーンと回転させて振り抜くと、打球は打った瞬間それとわかるライトスタンド中段まで飛んでいくホームランでした。この一発を見ると、これが1年目なのと驚くかと思います。バッティング技術もさることながら、ライトスタンド中段まで飛ばしていくパワーにはベンチも唖然とした様子でした。そして2本目は大谷選手の代名詞ともなった左中間スタンドへの大きく伸びていくホームランです。逆方向へ、しかも一番深いところに入っていくホームランは大谷選手にしかできない芸当です。エンゼルスに入団後もなぜあそこの打球がどんどん伸びていくのか不思議でしたが、思えばプロ1年目からできていた技術なんですね。改めて恐るべきルーキーです。3本目は9月11日、リーグを代表する投手金子千尋投手から放ったホームランです。これは1本目の打球と少し似ているのですが、インコースの少し高めに入った甘いボールを捉えて、打った瞬間ホームランとわかる綺麗な放物線を描くホームランでした。インコースを苦にしない大谷選手らしい豪快な一発となりました。またこの年のオールスターにも投打両方で出場しました。投げては中村典弘選手を全球ストレートの真っ向勝負で三振に取り、ファンを沸かせました。また第2戦目では同じくルーキーだった菅野投手からツーベースヒットを放ちました。そして第3戦目では8回1対0の場面から同点となる貴重なタイムリーヒットも放ちました。結果的に1年目のオールスターでは敢闘賞を受賞しています。大谷選手のルーキーイヤーとなった2013年、最終的には投手としては13試合に登板し、61回3分の2イニングを投げ防御率 4.23、 勝敗は3勝0敗をマークします。打者としては77試合に出場し204打席に達しました。189打数45安打で打率2割3分8厘、ホームランは3本で20打点を記録しています。ただ数字以上に大谷選手の身体能力並びに
プロ1年目からプロのレベルにアジャストしてきた対応力の高さに驚いた方も多かったのではないでしょうか。本数こそ少なかったものの、一本一本のホームランは、こんなん打てるの?と大谷選手の怪物っぷりが感じられましたね。当時の日本ハムは助っ人外国人選手や中田翔選手、楊大観選手といった強打者が揃っていた中でクリーンアップを任されることもありました。大谷選手以降、1年目からそこまでド派手な活躍をした選手はなかなかいないので、改めて振り返るととんでもない新人だったなと思わずにはいられませんよね。さて、この成績は1年目の成績として良かったのか悪かったのか評価が分かれるところかと思いますが、当時の球団側としての評価を見ていきたいと思います。当時の評価。大谷選手の1年目はインパクトこそあったものの、数字という面でいくと日本ハムの球団側からすると少し物足りなかったようです。ただこの時から1年目だからルーキーだからというひいき目で見るようなことはしておらず、いずれ世界へ羽ばたく選手として大谷選手に求める基準は高いものだったそうです。波のルーキーではなく世界ナンバーワンの素質を持っていることを評価し、大きな期待をかけて獲得しているので、首脳陣としては今一つ物足りない成績だったのでしょう。ファイターズの吉村統括本部長は少し辛口で次のように評価していました。大谷翔平という選手の将来性から考えて、現時点で投手としてもう少し頑張ってほしいという感覚で、球団としてはまだまだ物足りない。彼はいずれ世界へ行く選手ですから、世界に出ていった選手と比較するのは当然だという意味で、ダルビッシュの1年目のデータと見比べてみると、大谷は投手としてもうちょっとかなという評価になる。ただダルビッシュも2年目にギアが入り伸びている。2年目の大谷にはそれくらいの数字を期待しています。吉村統括本部長もいずれ世界へ羽ばたく選手と捉えていたからこそ、辛口の評価になったのかもしれません。大谷ファンとしては、二刀流なんだから投手と打者の両方を合わせて評価してよと言いたくなりますが、そこは厳しいプロの世界なのでしょう。投手としても打者としても一流の数字を期待していたのかもしれません。ちなみに大谷選手もシーズンを振り返り、すごくあっという間でしたと振り返りながら、当時19歳とは思えないような次のコメントを残しています。個人的には変に活躍して満足するより悔しいまま終わった方がいいと思います。その方が来年につながりますし、これから上を目指して頑張るだけです。このように語り、大谷選手本人も全く満足していない様子で、2年目以降のさらなる飛躍を誓っていました。この発言には当時から本気でメジャーのトップを目指していたんだなと感心せずにはいられません。実は2年目には非常に大きな飛躍を果たすのですが、関係者の発言によると、1年目のシーズンが終わった後、すなわちオフシーズンにおける練習やトレーニングへの取り組み方が他の選手とは一線を画すような、これぞ一流と思えるようなストイックな取り組み方だったといいます。クリスマスも寮の練習施設にいて練習やトレーニングに励んでいたそうです。おそらく1年目のシーズンが終わった後の取り組み方こそが大谷選手の大谷選手たるゆえんなんだと思います。そこに関してはこのチャンネル以前の動画で詳しく語っておりますので、大谷翔平を支えたトレーナー中垣誠一郎という動画をご覧ください。高卒スター選手の1年目の成績。先ほどダルビッシュ選手の1年目の成績と比較してという話が出てきましたが、残した数字に関して投打両方で比較していきます。まずは投手成績についてです。メジャーで投手として活躍した松坂大輔投手、田中将大投手、ダルビッシュ投手と比較して見ていきたいと思います。このように見ていくと、メジャーで投手として活躍した3選手に比べると投手としては少し物足りないかもしれませんね。松坂投手は1年目から16勝も勝ち星を挙げており、防御率も 2.60、投球回数180イニングとまさに怪物級の活躍をしております。田中将大投手もこの当時野村克也監督の下で1年目からフル回転しており11勝を挙げています。では吉村統括本部長が指摘していたダルビッシュ投手との比較ですが、ダルビッシュ投手との比較に関しても30イニング以上の差があります。また防御率が1点近く変わるので、そのあたりでの物足りなさを感じたのかもしれません。続いて打者成績についてです。打者成績について比較してみると、清原選手の成績は群を抜いていますが、大谷選手の成績は大きく引けを取っていないことがわかります。大谷選手も3本のホームランを放っており、1年目の高卒野手としては類稀な打撃センスを見せていました。プロ野球で大活躍するような選手であっても、高校卒業後すぐにプロの投手にアジャストできる選手がなかなかいないことがわかりますね。
そんな中で高卒1年目で打率3割4厘、ホームラン31本、打点78という成績を残した清原和博さん。こんなルーキーがいたら衝撃的ですよね。清原選手の成績はさておき、大谷選手は投手か打者のどちらかに専念していればもっと高い数字を残せていたと思われます。投手で近しい成績はダルビッシュ選手、打者で近しい成績は松井秀喜選手ということで、スーパースター2人の1年目の成績を大谷選手は1人で残していたのです。さて、大谷選手の1年目の数字を見ていくと、まだまだと言われることはありましたが、1年目の活躍、プロのレベルに適応できていた事実を見て、多くの評論家たちは肯定的な意見を残していました。1年目の活躍を評価する声。3度の三冠王に輝き、監督としても功績を残した落合博満さんは次のように語っています。これぐらいはやってくれると最初から思ってたよ。大谷はあの年のピッチャーナンバーワンでバッターナンバーワン。大谷に勝る投手は一人もいなかったの。これは誰が何を言おうが、これは事実だと思うの。じゃあどうするんだろうって考えた時に、どっちもトップクラスなんだったら、両方やりたいならやらせてみなければいけない。本人がやるってものを止める必要もないだろう。やったら何かがわかる。もし俺が監督だったら、もちろんやらせるよ。できるところまでやってみて、プロなんだからその責任は自分で取ればいい。他の人がどうこう言うことじゃないと思うけどね。これだけの個性誰が持ってるの。今までの選手もこんな個性持ってないよ。また野村克也監督も、当初は二刀流なんて無理だ、プロ野球をなめんなと言っていたものの、大谷選手の実力を見てその言葉を撤回しています。取り消し。彼のプレーを見て考え方を改めさせられました。常識的に二刀流っていうのは無理だと思ってた。そんなプロって甘くない。だから最初は反対してたんだけど、やっぱり俺が監督でもあんなの見せられたら二刀流やらせたくなるわな。落合監督も野村監督も遠くから見守りながらエールを送ります。他にも大谷選手の二刀流を応援したプロ野球関係者は多くおり、前例のない挑戦に期待感を寄せました。1年目の大谷選手をサポートしていた人たち、二刀流に肯定的な意見を発したプロ野球関係者の大半も、二刀流に挑戦して無理ならどちらかに絞ればいいというものでした。完全にできるというものではなく、できるところまでやったらいいという挑戦を後押しするものでした。しかし大谷選手を近くで見ていた球団や栗山監督の捉え方は違ったものだったのです。球団や栗山監督にとって、大谷選手の二刀流は成功して当然、成功しなかったらそこに導いてあげられなかった俺たち首脳陣の責任だと言わんばかりのものでした。栗山監督はドラフト前から、大谷選手はエースで4番と語り、その実力を高く評価していました。その上でどう育成していくかをこっちも考えないとと話しています。また日本ハムの球団統括本部長である吉村 GM も次のように語っています。やるだけやってダメならとよく言われますけど、明らかにダメじゃない才能を持っているわけですから、いずれどちらかに絞るというのは馴染まない発想です。僕らの考えていることはエースで4番であり、そのために現実の中で問題点を取り除いていこうとしているわけです。こう語るように、日本ハムの球団側としてはどちらかに絞らせるという発想は鼻からなかったようです。ファイターズに在籍し、ルーキー当時の大谷選手を指導していた中垣トレーナーは次のように語っています。投手と野手で共に成功する可能性は今のところ大谷にしかない。プロの世界で投打両方で挑戦できるなんて、彼のみに与えられているチャンスでしょう。投打のどちらかは主力で、どちらかはそこそこのレベルというのでも多くの方々は納得してくれないでしょうから、とても期待値が高いと思います。栗山監督とも話をしているのですが、共に高いレベルの主力に育てることしか本当の成功とは言えません。このように語り、大谷選手を預かる側の責任の重さを口にしていました。また当時チームメイトであった助っ人外国人選手のホフパワー氏は、大谷選手のルーキー当時の並外れた能力について次のように語っています。入団前から翔平大谷のことは知っていました。チームメイトたちとクラブハウスで高校野球の中継を見ていましたから、すごいポテンシャルなのは分かっていましたが、プロの世界でも投打両方で挑戦するなんて前例のないことなので、正直言って疑問でしたね。もちろんキャンプ中も彼には投打2つのメニューがありましたが、連日それらの過酷なメニューを文句も言わずに忠実にやり続けていたんです。何年もプロで生活している選手だって、
キャンプでの練習はハードに感じるはず。練習から一切手を抜かないところに向上心の強さを感じました。外国人選手のホフパワー氏が語るように、大谷選手のポテンシャル、練習に取り込む姿勢はルーキー当時から変わらず、一流選手の予感を感じさせるものでした。さて、いかがだったでしょうか。今回は大谷選手のルーキーイヤーについて紹介していきました。改めて、大谷選手のポテンシャルはルーキー当時から計り知れないものがあり、体は出来上がっていなかったものの、ピッチング、バッティングの技術や練習に対して誰よりも真摯に取り組む姿勢はやはり未完の大器という言葉がぴったりですね。1年目の活躍は特筆すべき数字は残せていないものの、多くの野球関係者、野球ファンにこれは二刀流をやらせないともったいないと夢やロマンを与えてくれるものでした。はじめは二刀流に関して否定的な声や懐疑的な意見など様々な声がありましたが、今や誰もが大谷選手の二刀流に注目しています。2022年シーズンの活躍も楽しみですね。本来ですと春のキャンプシーズンですが、 MLB はロックアウトにより選手たちが球団施設に近づけない状況が続いているそうです。なかなか明るい話題が上がってきませんが、来シーズンが無事に始まることを祈って、大谷選手の来季の活躍を楽しみに待ちましょう。この動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。最後まで見てくれた方はぜひコメントをお願いします。大谷選手のすごいところをもっと世の中の人に知ってほしいという気持ちでこの動画を作っているので、あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただけると幸いです。この動画が良かったらグッドボタン、コメントをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。